はい、皆さん、こんにちは。ドットリーキングダムです。今日も激にカつくやっていきましょうということで、最強シリーズ、ザッと出しちゃおうという企画でございます。えー、こちらはサムネの通り、キャンベルですね。キャンベル、最強のキャンベルの作り方を見ていきたいと思います。はい、えー、まずはですね、こちら、スキルから見ていきたいと思います。まあ、キャンベルに関しては、そんな難しいことはないですね。えー、結構正解は、うん、そんなに多くあるわけじゃないかなというふうに思っています。 はい、まず1つ目はパスカットこれはですねまあ、個人的には絶対かなというふうに思っています、まあ、センターバックにタックルとパスカットは絶対につけた方がいいと個人的には思ってますので、えー、パスカットはもう優先してつけるべきかなというふうに思います、まあ、どういったパスカットがいいかっていうのはお手持ちの状態と周りの選手の状態ですね、えー、フォワードの選手のスタミナ削りばっかりだったら、えー、ミッドフィルダーのスタミナを削るものでもいいと思います、えー まあクォッシュパスカットが一番優先度は高いのかなというふうに思いますね。はい。で、えー、もう一つですね。もう一つのところが悩みどころというか、えー、そこでまあ過去、えー、オーナーさんの色を出せるところなんじゃないかなというふうに思っています。えっ、ー、とタックルがですね、ランク A でブラストタックルの。 てるんですけどまあ、このブララストタッククルはランク a ですけど十分強いタックルでですなので、えー、もうタックルはここに任せてあとはディスルートマークと、えー、このウォール・オブ・ライオンもかなり強い、えー、タックル系統というかタックルに近い、えー、シーンで発動しますのでまあ、えー、ディスルートマーク、えー、ウォール・オブ・ライオンとブラストタックルでいくって で、えー、空いた枠で、えー、ロングパスですね。クリアの時に発動するようにエラプトフィードっていうパターンがまず一つですね。で、もう一つが僕がやってるみたいに、えー、S の強いタックルを乗せて、えー、タックルに済みにするっていうところですね。まあ、このどっちかが多いんじゃないかなと思います。えー、まあ、稀にここにヘディングをつけて、えー、得点源にするっていう方もいると思いますけど、 まあ多分一番多いのはそうなんじゃないかなというふうに思いますね。ゴール1取ってんのか。はい。なんで、えー、で、まあそのエラプトフィードとクオシュパスカット、要はパスカットとエラプトフィードっていう、えー、パターン。えー、あとはあれですか。ランパードが、えっ、ー、とモ、モルガンシュ、モルガンパスじゃないよ。なんだったっけ。えっ、ー、とー、ちょっとド忘れした。ランパードのパス。 ですね最近出たばかりのあれがまあ完全にエラプトフィードの上位なのでもちろん超最強という意味ではそっちですけどまああれはなかなかそんなに数持ってないと思うのでまあ普通にエラプトフィードとパスカットもしくはパスカットとタックルっていうところがいいんじゃないかなというふうに思います、まあ、僕はえっとフルファイティングタックルですねガッドゥーゾのファイティングタックルを選択しました で、一定時間タックルが特大アップしという、まあ一番の理由ここですね。やっぱり一定時間っていうのは強いっていうところで、一定時間タックル特大アップ。で、対象一人のドリブルが特大ダウン。これですね、やっぱりドリブル突破をかなり阻止できるんですよね。で、やっぱ3バックですし、この、えっと なんで結構高い位置での、えー、対峙っていうことや相手がドリブルしてるところを横からの、えー、タックルっていうことになってくるので、まあ、そういう意味でもこのファイティングタックルが一番確実に、えー、相手を刈り取ってしかもダメージも与えていく大ダウン、えー、っていう意味ではやっぱ強いなっていうのう思いましたね。まあ、改めてですけどガッツードを強く作りすぎてるぐらい強いですよね。はい で、このファイティングタックルを選びました。はい。まあ、あとはやっぱり、暴れ馬持ってるんで、まあ、そうですね。ステータスすごく高いですね。ディフェンド、ディフェンスの。で、でもファールしやすいんで、ど同じタックルするんだったら、もう確実に相手を、えー、スタミナを落として弱くしといての、えー、圧倒的な差で、あ、そうそう。えっ、ー、と、この暴れ馬とか、 えっと、狂犬とかのちょっと実験したんですよ。ちょっと前になるんですけど、実験をしました。で、えー、っと、その実験をしていった感じだとですね、えー、どうやら、その退治した時の強度、ディフェンス強度というか、なんて言うんですかね、戦う強度によって、ファールがかなり、えー、出たり出なかったりします。まあ、ちょっとわかりやすく言うとですね、えー、めっちゃくちゃ、 スステータスに差があるこっちの方がめちゃめちゃ弱い選手が、えー、暴れ馬とか強権を持ってる場合対峙した選手が自分よりも格上の選手だとめっちゃファールしますまあ当たり前のことなんですよ当たり前のことなんですけどそうなんですよで逆に言うとこのキャンベルが、えー、相手が大して強くない、えー、ちょっと前だとあれなんだっけレジェマかな レジェマかなんか回してた時に気づいたんですけど、えー、レジェマレベルの相手だとキャンベルまあファールはもうしません合計何試合やった50試合ぐらいのあれを見たんですけどキャンベルのファール回数ファール回数というかカードですねカードは0枚なんですよねでただマクマナマンマクマナマンじゃないマクマナマンかないや違うな誰だっけなごめんなさい えー、ちょっとそれ動画をまとめようと思ってたんですけど、それもなかなか時間がなくて。えっ、ー、と、もう一人ですね、まあ要は育ててないけど狂犬持ってるっていうのを同時引用してたんですよ。で、彼はですね、ものすごい数退場します。ものすごい数カードもらいます。なんで、えー、あ、なるほどなというところで退治した時に、まあこう、もう当たり前なんですけど、能力差によってカードのもらいやすさっていうのが変わってくる。 っていうところなんで当然ですねキャンベル重要なところはですねスタミナ管理もすごく重要なんですよねスタミナが減ってくれば減ってくるほどこの暴れ馬がより発動しやすくなるわけですよファールえーあのカードもらいやすくなっちゃうんでなんでそういう意味でもあのファイティングタックルみたいにまあ相手のスタミナも落としてさらには相手の,このドリブルスイッチも特大ダウンさせてえーっていうようなえこういうタックルだと比較的ですけどえ安心 が得られるかなというふうに思っています。はいっていうところですね。えー、で、えっ、ー、と移籍特訓ですね。移籍特訓は、えー、僕は守護者とスパイダーウェーブにしています。はいまあ、やっぱりボールサプレッサー持っていてタックルもマークも上がってるのでいやいやインターセプター欲しくないっていうところもありますけど。 うんまあ、あるんですよそこも実際。でただやっぱりこの作り方をした時にウォール・オブライオンとファイティングに出てほしいっていうところですね一番は、うんな。まあキャンベルのどこが一番強いって言ったらやっぱりウォール・オブライオンなんでそういう意味ではやっぱり1つ目スパイダーウェーブは外せない。 え、そこはだって優先していきたいところなんでっていうところで、ウォール・オブ・ライオンのために、え、スパイダーウェブ。じゃ次に何が強いって言ったら、ま、結局ファイティングタックル、ブラストタックルっていうところで、やっぱ刈り取ったら絶対的に、え、得点を抑えられるので、まあ、なので守護者にしてるというところです。はい。で、アクセサリーはもう一択ですね。もうフェアプレイ。まあ、これはもうつけときましょう。あの、お守りです。はい。 でまあ、フェアプレーなんで、まあ、これはあの何でもいいかなと思いますあの過去に配られたものであればはいっていう感じでソル・キャンベルを作ってみましたあっ、えー、パスカットとロングパスの人、えー、に関してもあ関してもというかロングパスとパスカットを選択した場合は僕だったらスパイダーウェーブとインターセプターを選びます まあロングパスはつけなくても発動率はまあまあ軽いんで、えー、そんな感じでいいのかなというふうに思っていますはいということで、えー、最強のシリーズソル・キャンベルですねこれで終わりたいと思いますあくまでも、えー、鳥取キングダムの独断と偏見ですので参考程度に聞いていただければなというふうに思いますそれではまた Nice, just don't feel the same. Oh.